今年初の料理動画です。ポパイ丼をイメージで作るので入れるから、はい、ネギ切っちゃうから今で破ける、ね、ほらすっごい便利見て。あれいつの間にそこに降りたんですか。めっちゃ耳元で喋るな。寝癖っぽくなってる頭。こんばんは、いきまるチャンネルです。キラ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 ー。はい、今年初の料理動画です。久々な感じですね。そうですね、ちょっとトークがですねだいぶ劣化してるんですけど。劣化、はい、ちょっとやってみます。はい、で、7万人のライブ配信やりましたね。はい、その時に瀬賀健さんが、料理を始めると、うん、お一人暮らし で、うん、でどんなのをね、節約料理とか、うん、簡単に作れる料理知りたいなってことで、うちの常連のともちゃんが以前インスタで上げてたポパイ丼を一応作ったんですけど、はい、ちょっとその時納得いかなくてレシピがないんですよ、うん、イメージで作るの でこれをねちょっとね瀬賀健さんにぜひ作ってもらいたいなと思って。ママさん流のポパイ丼ってやつですね。そうです。あとちょっとお話ししてた油揚げ、うん、ただトースターで焼くやつ、うん、いつもフライパンで焼いてるんですけど、多分瀬賀健さんのお家はトースターあると思うので、うん、トースターでちょっと一回試しにやってみます。はい、でその時にねコメントくださった方が油揚げの袋をうまく開ける方法が教えてくださってたんですけど、いろ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 あるんですけど、うん、今日はもう開いてるのが売ってたんですよ。はい、中が開いてる、はい、これでやっちゃいます。簡単に、はい、若干割り増しですが、手間を考えたらいいんじゃないでしょうか。返事してよ若干ね、若干。はい、じゃあちょっとやってみます。はい、はい、クッキングスタート。じゃあ何をやりましょうか。生姜の皮むいて、はい、すって。する。こちらはですね、葉山さんの生姜ですね。結構アクが強いんだよね。うん、1個全部つながってんだ。こちらをね、千切りにするのと、みじん切りにするのと。いや違うって。千切りとするから、これとりあえず皮むいて、はい、で小さい方をすって。で、納豆を混ぜ混ぜしとくんですよね。あ、そうそう。あとネギも入れるから、はい、ネギ切っちゃうから今。ギーちゃんテンション上がってきたね。生姜、はい、ムキムキきました。はい、じゃあこの部分をすってください。はい、はい、これなんか納豆をみじん切りしたネギと一緒に和える感じですか。そうね。タレとか入れるの。あ、全部入れて。全部入れちゃう。お混ぜ混ぜ混ぜした。うん、めっちゃ混ぜとるわ納豆とネギを。もうね、別にシンプルにね、それだけで美味しいと思う。いろいろ入れないで、うん、で、そしたらこれもう蓋が開いてるからこれにどんどん詰めてって。でも気をつけてほしいのは、いっぱい入れると破けるね。ほら、すっごい便利見て。ほら、開いてるの。もともと開いてんだね、うん、ここに納豆10日、うん、キーちゃんはガムなんか言ってるね。なんだあれ。まあでもしっかりちゃんと割れてるからいっぱい入れても平気だね、うん、意外に。意外にやっぱ自分でやると大変なの。あ、綺麗に剥けない時があるよね。だからほら、なんかやり方があるっていう、うん、こんな感じ。うん、で、入れてってくれる。はい、ということで納豆を2パック使って5個。そうだね、5個ってことは、2枚と半だね。うん、油揚げがこの10枚入りのうちの5枚。そうということですね。でもこれすごい入れやすかった。2枚。きーちゃんずっとね、納豆入れてる時にかまってくれてきてるで、フライパンじゃなくて、はい、こうやってほらアルミホイル引いて、これ油だから、うん、このまま何も油しかないでトースター230度にで5分ぐらいにしてみましょう。はい、でひっくり返した方がいいね。うちのこれ両面じゃないから。うん、両面だよそれ。え、そうなの。それ両面だよ。あ、そう。こちらは豚丼用ですか。そうだね。あれ
生姜すった？生姜すってない。これからすります。はい。お、いい感じじゃないですか？パサ、ひっくり返して。はい。なんか喋ってるキイちゃん。今日でも静かだね、割と。そうだね。あ、チーンっつった。そしたら次のもやっちゃってください。はい。興奮状態。歌ってる。ほうれん草は茹でてアクを取って、はい、ね、しギュッて絞って、はい、あ、水にさらしてからね、はい、絞ってそれを今ね、はい、あのごま油とニンニク、はい、油これで炒めてます。塩コショウで、はい、でもう茹でてるんでもうさっと火が通るね、ぐらいで、はい、もう出しちゃいます。色が変わってしまうので、はい、ここで出しちゃう1回ね、はい、で同じフライパン使うから、はい、面倒でしょ。わあ、ザ男の料理。あれ、いつの間にそこに降りたんですか。あ、なんか文句言ってますね、ひーちゃん。ほい、おいで。行かない。はい、ここ。これすごいいい匂いしてきた。味付けは何ですか？お肉焼く前に、はい、豆板醤ちょっと炒めて、はい、これお肉入れて野菜入れて、はい、で今中華の素、うん、とラー油入れました。ラー油ちょっとピリ辛にして、でもあんまりいろんなね調味料入れると味わからなくなっちゃうから、うん、ね、こんな感じで、はい、はい、めっちゃ耳元で喋んな、キイちゃん。よいしょ。はい、最後にみりん、みりんが入りました。はい、みりんが入りました。お醤油もね、ちょっと入ってるよ。はい、これもあとご飯の上に乗せるだけですか。そう、卵です。お、卵が、さっきね、溶き卵作ったんで、ここにとどめの溶き卵が入るわけですね。これ、入れて、混ぜてないじゃん、さっき混ぜてって言ったのに。え、だし入ってる。あ、そうなの。はい、溶き卵の中に中華味、はい、こちらが入っております。うまく回せません。はい、こちら、うん、豚肉に卵をかきましたの、はい、上から流しただけ。おー、いいですね。さあ、ここにママさんの技術が来るわけですね。このご飯の量、いやちょっと危険だな。厳しい。なんか言ってるの、キイちゃん。はい、ちょっとね、裏技を使ったので撮影はカットさせていただくということで、綺麗に乗っかりました。ここにあんかけが乗るんですか。そうです。なんか久々のお料理なのに、キイちゃんなんかそんなに興奮してない感じですね。これ見える？なんだ、反応としては微妙ですね。いい感じですか。できました。アンさん、もっとサラサラでもいいかもしれないけど、うん、まあこれぐらいに良しとしましょう。ほら、キイちゃんかかってるよ。生姜の香りがすごい、うん、なんか掴もうとしてるのかな。ちょっと卵料理なんで一個ずつしか作れないんで、はい、あなた先食べた方がいいね、美味しいから。はい、はい、こんな感じです。はい、はい、できた。ちなみに先ほどの裏技はこれですね。丼をね、直接やる感じですか。そう。はい、キイちゃん、これ大麦。ちょっと私のご飯が少ないから、はい、ダメだな、失敗だな。ちょっと盛りが悪い、うん、追加、追加あん。え、美味しそうじゃない。うん、結局ママさんは平たいものに持ったそうです。そうなんです。パパさんみたいにご飯大盛りじゃないから形が、あ、平面にした方がいいってことですね。そうですね。じゃあなんか寝癖っぽくなってるよ、頭。ほら、はい、ポパイ丼できました。これがポパイ丼ですね。はい、どういう丼なのこれは。え、豚玉にほうれん草が乗ってる感じ。うん、これポパイ2。
うん、まあね、あのポパイ丼っていうと本当にほうれん草が主になると思うんだけど、と、う、も、ん、ちゃんがね教えてくれた中華屋さんこんな感じなのよ。で今日は玉、かき玉、かき玉、あのこのタレタレがね、あのドロドロしてないって聞いたから、うん、ちょっと薄めにしたのね、うん、サラッと風に、はい、はい、じゃあ食べましょう。はい、はい、ポパイ丼いただきます。あれですよね、丼ですよね、つまり特に変わった丼というわけではないですよね。そうですね、スペシャルなこと、ニンニクと生姜が効いてますね、パンチが、うん、なかなか肉が切りづらいですね。ほらちょっと箸で食べるじゃん、閉じてるからスプーンがいいかなと思ったんだけど。うん、久々です、揺れてます。うん、どう、うん、うん、わかるかな。ざっと作り方をね言いますと、野菜とか全部切っとやおいて、さっきみたいにね千切りにしてね、うん、で豚肉と、豆板醤を先に炒めて、そこに野菜を投下して、でほうれん草は別に茹でて炒めて別に出しておくね。最後にのせるだけだから、ほうれん草は。であとなんだ、あとタレか、片栗で、なんていうのこういうの、あんかけだ、うん、あんかけはちょっとサラッとねしてるのね、あんまりドロドロしてないの。うん、生姜が効いてます。うん、あと調味料はね、そうだな、豚肉炒めるときに、お醤油とみりん、あと中華の素ですね、あとお酒ちょっと入れました。はい、で卵に閉じて、ご飯にのせて、ほうれん草のせて、最後にあんかけをかけて出来上がりです。油揚げはね、さっきね結構細かくあの動画に残したと思うので、うん、わかるかなと思います。じゃあいただきます。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。何みたいな、うんちがいっぱいある。きーちゃん落としまくりやっぱり下は寒いですね。はい、あの床暖があるとね違うんでしょうけどね。はい、そうですね、ちょっと新しく家を買って床暖を忍び込ませるしかないですね。はい、どうでしたかお味は。そうですね、なかなかポパイでした。なかなかポパイでした。はい、うん、あ、ほうれん草ってことね。そうそうそう、パワーって感じ。うん、まあ、ポパイ丼ってなんかね見るとね、ひき肉とほうれん草のが結構多いんですよ、うん、ね、あのちょっと私が今日作ったの違いますね。そうですね、はい、でも冬にはあんかけは冷めないので、ご飯がね、うん、とってもいいかなと思います。体が温まって、はい、ニンニクと生姜もねたっぷり入っているので、もしこれでちょっとわからない点があったら、瀬賀健さん質問してください。はい。はい、よろしいですか。はい。はい、この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、各種 SNS もやっておりますので、Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いいたします。はい、では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。